こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。今日のテーマは自分を知るですね。はい、自分を知る。はい、基本的なところなんですけれども、結構ね、みんななかなか分かってはいるつもりなんですけれども、つもりでね、なかなかあ、それが本当なのかって思うのがね、難しいってことあると思うんで、改めてね、見ていけたらなと思います。はい、それでは選択肢ね、出していきます。 A、B、C ですね。はい、A、B、C でお選びください。ちょっとね、ですが出てるのでびっくりされる方いるかなと思うんですけど、あの、悪い意味ではないので、はい、A、B、C でね、お選びください。はい、それでは見ていきます。あ、その前にベルを鳴らしますね。はい、はい、それでは A を選びの方見ていきたいと思います。A を選びの方はこちらね、マトリモニー、はい、婚姻という意味があるんですけれども、喜び、悲しみ、親密さ、親しみ、懐かしさ、まあ、こう、なんでしょう、心の拠り所というようなものですかね。いろんな結びつきがあり、そして、感情がありというような、はい、なので結構感性豊かなのかな、A さんは。はい、結構そのつながりをね、重視される方だったりとか、いろんな人とこう仲良くされていく、なんて言うんでしょう、こう交友関係がね、広いというか、みんな A さんと一緒にいると落ち着くんだよねとかいう感じで、お友達が多いとかね、仲間が多い、はい、親しい人が多くて、まあ、A さん自身もその、孤独を感じることは特にね、ないよっていうような方多いんじゃないでしょうかね。はい、まあ、こうつながりが多いから、そう、なかなか孤独というようにね、感じることは少ないのかなという感じですね。はい、で、そんな A さんの今、はい、今どんな状態なのか、はい、見ていきます。今、今結構こう、なんか興奮状態というかね、こうワクワクドキドキされているっていうのが出ているんですけれども、なんかこう、あれやりたい、これやりたいとか衝動的にね、なっている状態、はい、で、なんかこう、なんか機会があれば何でもやってみようというような、こう結構イケイケガンガンノリノリみたいな状態なんですかね。そう、だから今は結構楽しくやっていらっしゃる方いるんじゃないでしょうか。はい、で、そんな A さんなんですけどね、そんな A さんに、ついてかかっ、持っているブロックとなっているもの、はい、は何なのか。はい、こうですね、もう、本当の自分になりたい。だからその自分の感覚というか、心の赴くままにやっていかれている方なので、その今、そのイケイケどんどんみたいな、自分のその心のね、コンパスに従ってどんどん進んでいこうみたいな状態なのは、本当の自分になるため、今まで多分ちょっと我慢されてきたというか、結構、気を使ってというかね、いろいろ、ああなのかな、こうなのかなっていう風に、周りにこう合わせて生きてこられた方多いのかなと思って、それを、取り除いて自分らしく生きるために、頑張るために今一生懸命、こう進んでいる、いろんなね、この機械をこうつまんでね、こう自分の身に、なんかこう、なんだろう、自分の鍵を、合う鍵を探している状態っていうのかな。だけどもやっぱり、いろいろやってるけど、なかなかそれがね、見つかっていないんだよっていうところがね、あるのかもしれないですね。はい、そう、なんかその自分にフィットするものを探している状態、でもなかなか見つかっていないよというところなんですかね。はい、で、次が過去がね、何があったのか、はい、過去どんな感じだったのか、はい、すごく極端だった、ああといえばああ、こうといえばこうみたいな、だからそのやると決めたらとことんやらないと気が済まないとか、だからその
何々できるよねって言われたら、それをやらないと気が済まないとかね。で、一生懸命頑張ってできるって分かってるからやったんだけれども、なんか思うような成果がなかったとか、その、あんまり思ってたようにならなくて、挫折というか、なんかこう落胆、うん、なあみたいな、あんまりこういい感じにならなかったので、なんだこんなもんかみたいなね、なんか自分ってみたいな風になっちゃったりとかで、でもよくよく考えてみたら、それって自分に合ってなかっただけなんだよなみたいな、相性が悪かっただけで、まあ仕方ないかみたいな風になられたのかな。はい、だからその今自分に合うものを探しているところにたどり着くんですかね。はい、で、この今の状態からね、うん、すぐ、うん、受ける影響、はい、どんな影響を受けていくのか、はい、もやもやする日々、うん、が今も多分続いているから、何かこう自分に合うものを探していらっしゃる、探し回っていらっしゃると思うんですけれども、なんだろう、本当の自分に気づいた、その合わないことをやっているっていうことに気づいて、自分に合うものを探そうとしているみたいなんで出てるんですけれども、実際、もう手元にあるもので本当は完成されてるはずなんですよね。結構これあるあるなんですけれども、その一生懸命探し求めていたんだけれども、実はずっとここにあったみたいな、そう、みんな持ってるんだけれども、それがなかなか見つけられないみたいな、そういうもの、うん、が多分ね、 A さん気づいておられると思うんですね。その自分の中にあるもので本当はフィットするんだけれども、それをちょっと認めると、なんだろう、莫大なエネルギーが発生する、その本当の自分になるわけなので、これをやれば自分って本当にこう合ってるんだろうなっていうものも持っているんだけど、それもやると怖いとか恐怖みたいなものにこう遮られちゃって、いやみたいな、見ないふりをしてみたいなんでね、うん、でその抵抗しちゃってるわけなんですよ、うん、だから多分それを抵抗している場合は、間はねずっと多分モヤモヤしちゃうと思うんですよね、うん、だからまあ今一生懸命探されてると思うんですけれども、それを見ないふりするためにねやってるのかなという感じなんですかね、うん、だからそれをね抵抗している間は一生ずっとちょっとモヤモヤしますよって、だから分かっていることをね、今それをね目に、うん、今あこれかって思ったことがね、それがちょっとモヤモヤしている原因の一つ、まあそうなんですけどね、うん、はい。で、それをねそのままでいたままだと、そのまま進んでいった時の可能性、はい、そのまんまで行った先の結果、うん、可能性のある結果はどんなものなのか、はい、おやっぱりあんまり抵抗しすぎると、やっぱりこう誘惑が来るわけなんですよね。見ないふりしよう見ないふりしようとか、こうやめようやめようとかってすると、じゃあ代わりにみたいな感じで、やっぱり悪魔のささやきがやってくるわけなんですよ。で誘惑されちゃって、うん、なんかこう刹那的なもの、うん、に手を染めてしまう可能性があるわけなんですよ。もともとも今持ってらっしゃるもので十分なんだけども、それを認めることが怖い。だから今あるものをこうどうにかすることによって、あなたがこうパズルのピースが合っていくんですけども、それをするのがちょっと気が引けるとかでね、じゃあ別のものに目を向けようってすると、うん、それはいい結果にはなりません。一時しのぎにはなるんですけれども、いい結果にはなりませんよってことなんですよね。そう。だからその、なんていうのかな、家出したいんだけれども、家出するためにね、簡潔にその、なんか、適当なご友人だったりとか、恋人だったりとかにね、うん、いいよ一緒に住もうって言われて一緒に住んだんだけれども、それで一時しのぎにはなるんだけども、その結果、結局そのあなた、にかかる負荷っていうのは、まあ倍だったりとか、うん、その瞬間はいいんだけれども、結果としてはあまり良くないことになるよみたいな、その、もっと吹かないといけないケツが増えるとかね、うん、なんかそんな感じになったりするので、一時しのぎじゃなく、今しないといけないことをね、やっぱりした方がいいのかなってことなんですけれども、なんか、うん、
いいことも悪いことも多分今あなたの持ってるものを解決することによって本当のあなたになるんだけれども、やっぱりこうね、難しいですよね。そう、今を変えるのがね難しいので、なんかこう何かに頼りたくなっちゃったりとか、その悪魔のね手を借りちゃったりとかねしちゃいがちなんですけれども、はい、まあそれをどうしていくといいのかね、はい、ここから先、あなた自身のところを見ていきたいと思います。はい、深い葛藤のところ、はい、あなたの深い葛藤、はい、もう分かってるんですね、自分で。今その持っているもの、今の持ち物、あなた自身で十分完成されているとか満たされている、うん、完璧、もう最高、豊かさもある、満たされている、幸せなんだけれども、何かこうあなたの引っかかっているものがある、うん、それをこう排除することによって、本当の幸せを知ることができるんだけれども、それをちょっとこうなかなかするのが難しい、うん、だから現状を変えるのが難しい、なんだろうな、こう風船に針を刺して、抜く時みたいな、うん、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、これ難しいな、ちょっと先の方見ていきますね。はい、で、あなたが自分自身をねどう思っているかのところなんですけれども、こっちがね女性性のカードで、こっちが男性性のカードなんですよ。深いところではあなたは、とても自分はこう受け身だと思ってる。でもセルフイメージでは私はこう男性性がある、攻め系だと思ってる。なのでちょっとね、葛藤と自分の思ってる自分っていうのが真逆なんですよね。反対、なんかもっとやらねばいけないって自分では思ってるんだけれども、別にそんなにやらなくてはもう十分満たされてはいるっていうことを分かっている。なんかすごい葛藤ですね。めちゃくちゃ正反対の葛藤を持っているので、そう。だから、なんだろう。今あるもので本当に十分だし、今の自分で多分完成していることも分かっているんですけれども、それをちょっと適合させてる時なのかな。そう。ただなんかこう自分のこのなんだろう、刺さっているものを抜くとなんかこうバーンってなっちゃうんじゃないかっていうところで、そのままにしちゃうとかね、なんかそんな感じなんですかね。で、外側の葛藤、はい、まあ顕在的な部分の葛藤っていうところですよね。はい、はスターの逆位置、今十分満たされているから本当に大丈夫なんだってことも分かってるんだけど、やっぱり将来的な部分を考えると本当にこのままでいいのかなとか、そういうところなんですかね。緊張や不安、そう。だからまあその今コロナとかでね、いろいろ環境が変わってきているので、まあ自分でお仕事を始めたりとか、なんかそのライフワークを変えてみたりとかね。で、その生活環境とかも変えたり、なんかそういう風な感じで、今、自分のしたいようにしてて、とってもいいんだけれども、やっぱりこれからのことを考えると、もっとやることがあるんじゃないか、もっとやった方がいいんじゃないかとか、なんかこう、もっともっともっとみたいな、感じ、そのもっともっとが不安から来ているってところなんですかね。やらなきゃやらなきゃがこうやりたくてやってるじゃなくて、不安だから心配だからやらなくちゃみたいな、ところなんですかね。はい、で、希望と恐れ、はい、希望と恐れが、成功すること、幸せになること、なんだろう、なんかこうやっぱり厳しい環境で今まで育ってきた方だったりとかすると、ね、こう親より幸せになるなだったりとか、ね、兄弟とか自分よりもこう上に行くなとか、そういうのもまあ昔の時代だったらあったわけじゃないですか。なんかその感覚が抜けない方とかいるのかな。だからなあなあで生きてる、その安心安定信頼の生活
だったら別に誰にも何も言われないんだけれども、自分の好きなことしてるとか、そういう、なんだろう、身軽になるとか、そういうことをすると、こう、ね、身近な人たちから、こう、咎められるかもしれないとか、本当はそうかわからないんだけど、そういう感覚を持ってしまってるみたいな。うん、だから、幸せに自分がね、なるべきだし、もうなれる、っていうのも分かってるんだけれども、あんまりにも幸せすぎると周りに、ちょっと嫌に思われちゃうんじゃないかみたいなので、ちょっとそこが恐れている。うん、複雑ですよね。うん、やっぱりその仲間意識が強いってね、最初のカードで出てたので、ちょっと誰かに気を使っているのかな、今の瞬間、今の人生っていうのを。うん、それはすごいことなんですけれどもね。うん、それだけ大切に思っている方がいらっしゃるっていうことなので、うん、いいことではあるんですけど、まずあなたの幸せを願わないことには、ね、ダメなんじゃないかなと思いますね。なんて言うんだろう、うん、結果もね、見ていきますね。はい、結果、うん、そう、結果、対人関係的なところで言うと、良くなるんですよね。今多分その恐れていらっしゃると思うんですけれども、 A さんは、うん、もっともっと良くなっていく。はい、そう。だから心配せずに、あなたが幸せになっていいんだよっていうこと。うん、今は怖いし、どうなるかわからないし、ね。うん、そう。だからまあ、もうすでにご結婚されてるとか、そういう方とかね、自分が、なんだろう、こう、幸せになるなんてっていうことも結構お聞きするんですけれども、なんか逆にそれをしちゃった方が、お互いのためになるとか、うん。そう、そういうことになりますので、こう、希望の方をね、目を向けていただくと、解決策というかね、もう間違いなくなっていくんじゃないかなって。もうね、見えているので、 A さんは、うん、その変な葛藤をしないで、良くなるためのね、ことに力を注いでいただければいいんじゃないかなと思います。その不安の方ばかりにフォーカスしてね、やっていくと、結局悪魔にね、囁かれてしまうので、今大切にしたいと思っている人に気を使ってね、そういう風になってしまったとして、結局あなたがそう悪魔に手を染めてしまうと、周りの人にも結局その影響は行きますので、うん、なんかこう、なんだろう、本末転倒みたいなね、なったりするので、本当にあなたのできることは何なのか、改めて考え直していただくといいのかなと思いますね。その固定概念がね、やっぱりね、みんなあるので、女はこうあるべきだ、男はこうあるべきだって、今時期はそんなん変わってきたよって思ってても、やっぱりこう、抜け切らないこと、うん、幼少期とかにね、こう、そういうふうに教わってきたことだったりとかで、なかなか、こう、身に染みついちゃってることあると思うんですけれども、あなたが幸せになることで、周りの人、みんなが幸せになっていくことができるので、そう、そのモヤモヤも晴れるし、みんなが幸せになるし、ハッピーでしかないので、ちょっとね、その、今のその、ワクワクドキドキは、本当のあなたに、戻すっていう風に、ちゃんと、ね、本当のあなたが求めていることを見るとか、そういうところなんですよね。していただければ、あなたが恐れていること、は、解決していくってことなんですよね。うん、いいことをすれば、はい、あなたの思う通りになりますよってことなんですよね。はい、不安からの行動はやめておきましょうってことですね。はい、うん、なんかすごくね、その気を使っていらっしゃる、そう、自分は本当に、うん、幸せになる術を持ってるんだけど、なんか謙虚なんですよね。うん、でもみんなのために、その謙虚さをちょっとね、こう放り出して、はい幸せになっていただきたく思います。はい、そう、うーん、なんかすごい石の時代をね、生き抜かれてきたっていうような感覚がすごいしますね。はい、お疲れ様でした。ぜひね、これからはそのこれからの時代は、あなたの好きなようにやっていただくことで、
はい、幸せになるということなんです。はい、ぜひ心の片隅に置いておいてください。はい、みたいな感じでね、A さんとはという感じでね、はい、見させていただきました。はい、いかがだったでしょうか。ぜひね、よろしければチャンネル登録や高評価で応援していただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは B をお選びの方見ていきたいと思います。です、はい、ですをね、ちょっとパッと見怖いかなって思うと思うんですけれども、ですは再生っていう意味があるんですよね。リセット、うん、生まれ変わるっていうところなので、その肉体的なね意味の死とかではなくて、そう、精神的にその生まれ変わる、はい、再誕生、はい、なのでね、うん、何かこうリフレッシュっていうか、その新たな道に行ったりとか、今までの自分と全く違う価値観に変わってきたりとか、魂のレベルでね、うん、変わってきた、はい、違う自分になる、うん、ということなんですかね。だから、本当に核変期な新しい時が来てますということですね。で、そんな B さんの今、はい、今はどんな感じなのか。はい、本当にリフレッシュ。はい、そう。本当に、今までの疲れを取るっていうのかな。だからその、一旦終わりにした。うん。で、綺麗に洗い流して、新しくこう進んでいこうとされているっていうのかな。うん。だから人生の第一章が終わりましたとかね、二章が終わりましたとか、そういう終わりの瞬間、うん、で新たな道を進んでいきますよっていうところが今いらっしゃるのかなっていうところですね。はい、すいません、怒られました。はい、こんな感じで、はい、本当に、次の希望をねこう追いかけていこうというような感じで、次の新しい夢を見ていく、うん、だから本当に新しいって感じですね。リニューアルがすごい感じますね。はい。で、次が、B さんのブロックとなっているものですね。はい。うん。なんか、自分の正しさが分からなくなっちゃった。その、習慣、今までその習慣としていたことがあなたのブロックに、うん、なってしまった。なのでまあこう習慣っていうのはこう幼少期からねこういろいろいろんな環境で生きてきて、その中で培った自分のその習慣じゃないですか、その環境に合わせてね。なんですけども、それがその自分の気持ちとか魂とかと不均一になった、合わない、うん、全然合わなくなっちゃった。なのでその今自分がしてることって正しいのか、何が正しいのかみたいなね、うん、なんか何をやってるんだ自分はみたいな感じになってしまったりとか、そういう感じで、うん、そう、今までの当たり前が、B さんのブロックとなってしまったってことなんですよね。はい、なるほど。で、過去どんなことがあったのか。はい、過去はもうなんかその自然体の自分で入れるようになったとか、そのリラックス、うん、した時に、なんだろう、なんかこう常に張り詰めていらっしゃって、自分本当の自分をこう我慢してた、うん、で我慢してたっていうのはなんとなく気づいてたんだけれども、まあそれでなんだろう、こう社会に出たりとかするとやっぱこう上司にああだこうだ言われてしまっても、まあ、そこは耐えなくちゃみたいなんでね、こう結構自分をこうブロックしていた、うん、なんだけどその我慢が外れたっていうか、それ気が緩まる時が来たのかな、うん、そんな時にあれって今まで何してたのみたいな、なんでこんな我慢してたんだよ私はみたいな感じで、脱力感っていうかね、なんかあこれが本当の私の気持ちだったんだみたいなことを気づかれたのかな。うん。だからその、恋愛とかでも好きな人のために一生懸命ね、
好きになってもらうために頑張ろうって、こういろいろ試してみたんだけど、失恋したら、あれ？なんで私はこの人のためにその違う自分を演じようとしてたんだろうって、もう十分私は私で魅力的じゃんって、なんだみたいな、なんかそんな感じの機会があったのかなっていう感じですね。こう一生懸命頑張ったことからこう気が抜けた、気が抜けれるような、タイミング、そういうドラマがあったということなんですよね。で、今すぐある影響っていうのはどんなものなのか、はい、今すぐ来る影響、はい、今の B さんにね、本当のその自分の情熱、っていうものをずっとあのブロックされてきてたわけじゃないですか、自分自身本当の自分を我慢してたというか、耐えていた、まあその当事者だった時っていうのは我慢してるとかね、耐えてるつもりはないんですけれども、改めて考えてみるとそうだったなみたいなので、そうなった時に、本当の自分って何だったんだろうみたいなね、こうやって思ってたことはあったし、今もこうやって思うんだけれども、それをその表現するのが、できないことにびっくりしちゃうみたいなね、本当はこう思ってたのに、それを今までしたことが試しがないから、どうやってやればいいのかわからないとかね、そうだから、まあ結構その母親とかから結構厳しめな、教育を受けてたりとか、逆にねすごく温かい愛を受けていたんだけども、だからこそなんかこんな自分を、こうなんだろう、こんな自分だったんですっていうのがすごく難しいとか、なんかそんな感じなんですかね、なんかこう、どうしたもんだみたいなね、なんかそんな感じになっちゃうって感じが出ております。はい、で、可能性のある結果、はい、この近いうちにね可能性のある結果というので、月が出てますね、なのでなんかすごくいらないことを考えちゃったりとか、空想妄想がこうなんだろう、あんまりいい方向にいかなくなっちゃうというか、なんかこうだからさっきのカードでもそうなんですけれども、本当の自分を表現するにあたってこう思われるんじゃないか、ああ思われるんじゃないか、なんかこう悪い方向に考えちゃったりとかね、もちろんいい方向にも考えることもね、リラックスっていうか、そのブロックしてきた自分をこう解放していく時なので、いい方向にもねもちろん考えるようになったんですけれども、やっぱりいいこともあれば悪いこともあるようにバランスがね発生するので、あなたのいい場面、いい部分がこう突飛してくると、やっぱり悪い方も突飛するので、今までこうなんかこう枠にはまっていた自分なんですけども、それをこう解放するとなると、やっぱりこうどっちにもね大きく動いていくので、良くも悪くもね、そうなので、ちょっと考えすぎちゃう風になってしまうっていうところが出ておりまして、まあ不安焦りの方がねやっぱりこう大きくなって、そっちにこう軸をね持っていっちゃいそうな感じなんですよね。だから本当にそのいや、こんな自分らしくって言ってもこんな風な意見を今まで持ってたなんて思われたら、こうなんかあれじゃないだろうかとかね、こうじゃないだろうかとか、そう逆になんかもう解放されたことによって何でもできる気がして、なんかこう現実味のないことをね、考え出してしまったりとか、なんかちょっとこう弾けすぎちゃいそうな感覚がねしますね、なんかすごく裏目に出ちゃうみたいな感じなんですかね。はい、そう、なのでまあちょっとその嫉妬心とかは気をつけていただいた方がいいかもしれないですね。だからまあ SNS の見過ぎとか、尊敬している方、やっぱ私ってこういう人になりたかったんだっていうのはね、とても大事なことなんですけれども、その、やりすぎ注意ですね。そう、なんかあの、ね、さ自分らしくなるぞって思った時に、こう、ね、はじめ社長が好きな方だったら、同じようになんかこう、めちゃくちゃ、いっぱいの数の何かを買うとか、でもそれは経済的にもいろんなね、場所的にもあなたには合いますかっていうところで、ちょっとね、
こう考え直してみてくださいねっていうようなところ、はい、なんですかね。うん、やりすぎ注意ですね。で、深い葛藤、 B さんの深い葛藤となっているところが、ちょっと今あんまり周りが見えていない状態なんですかね。うん、今までその一生懸命頑張ってきたから、で解放された、だから私はもういいんだみたいなね、ちょっとその、独りよがりじゃないんですけれども、なんかそんな感じにちょっと感覚がねなってきている。で本当に何をしたかったからこう解放されたのかっていうのを見失いがちになっちゃってる。今までブロックされていたことを解放した、のは本当の自分に気づいたからなんですけれども、それすらも、またブロックしちゃうみたいなね、なんかこう、そう、生まれたてっていう感じですね、本当に。はい、そう、生まれたばかりだとさ、これをしにこの地球に生まれに来たぞって思ったんだけれども、ね、初めてこう空気を吸った瞬間、肉体、自分の肉体を感じた瞬間、うわ、なんじゃこれみたいな感じで赤ちゃんが泣くみたいな、そういう感じなんか急にねちょっとスピリチュアルになっちゃったんですけど、なんかそんな感じで、こう、あなたがやりたいと思うことをやるために今の状況になったんだけれども、そのいざこう生まれ変わってみると、わーみたいなね、おぎゃおぎゃみたいになっている状態なんですよってことですね。はい。で、そんな状態のあなたを今、自分はねどう思ってるのか、セルフイメージですね、はい、どう思ってるのか、どんな風に見えているのか、自分自身を、そう、生まれ変わったと思ってるって思ってるんですよね。だからあのちゃんと分かっていらっしゃるんですよね。生まれ変わり中で、そう、だからまあ生まれ変わる時ってやっぱり痛いんですけれども、その痛いっていう時期にもかかわらず楽観主義だねみたいな、こうなんかもっと違う気持ちになるんじゃないかと思ってたんだけど、あ、なんか意外にもこんなもんだったんだなみたいなね。で、そう、じゃあこっからどうしようかみたいなんで、結構あのセルフイメージとしては結構冷静なんですね。でも葛藤の部分では結構こうおぎゃおぎゃしてる状況って感じなんですかね。はい、なるほど。で、外側、その顕在的な部分での葛藤ですね。外側からのイメージだと、まだまだやっぱりこう自分で自分の人生をねこう切り開いていくっていうのは、まあ、生まれたばかりなのでそう簡単にねいくわけないんですよ。いくら決めてこうやり生まれ直してきたとしてもね、その魂の部分で、としてもやっぱりこうある程度時間は必要ですし、経験も必要ですし、なんでこんなちゃんと覚悟を決めて生まれ変わったのに、あの環境を変えたのにうまくいかないだろうみたいなね思っちゃうと思うんですけれども、やっぱりその、はい、生まれ変わったからといって、すぐにできるわけじゃありません。そう、新しくねリニューアルしたからといってすぐにねなるわけではありませんよっていうことを、まあなんてなんでって思っているんだけれども知ってくださいねってことですね。はい、そう、常に変わってきているので、今ねなんか思っていたようになってないなって思うかもしれないんですけども、それでも、あの時のあなたからするとかなり変わっていますよねってことでね、あまり焦らず、そう、ちゃんとそのまあ傍観してみると、客観的にね見ていただくと、いいのかなっていう感じですよね。はい。で、希望と恐れと なっているもの、はい、こう前に進むぞって決めてね今言ってらっしゃると思うんですけれども、その前に進むっていうことが怖いっていうのもある、まあ、ね、新しいステージに来てね、こう来る前はやっぱりワクワクドキドキで早く行きたいって思ってたんだけど、いざそのステージに上がってきたら全く今までと違うものが見えるわけなんですよね。だから、どうしようみたいな、どうしたらいいんだろうみたいなんで、まあ希望とか
その恐れがねこう入り混じってしまうみたいな。うん、そう。なんか初めて、小学校に行く時とか、その幼稚園に行く時とか、なんかそんな感じの感覚ですよね。本当にその、ね、あなたが次のステージに行くってことなんですよね。そう、バブバブから、こう変わっていく、その自立していくっていうところで、はい、本当に第二のね、うん、人生というか、そのまあ何回でも生きてる限り、生まれ変わりはあるんですよ、魂のね。うん、なんですけれども、その今また改めてそのこう親元から離れて幼稚園に行く、小学校に行く時の感覚ですよっていうことをね、はい、そう伝えられてきております。はい、で結果ですね、結果が、うん、本当にそのそれを繰り返していくことによって、本当にそのまあ何、脱皮じゃないですけど、そんな感じで本当にこう何度もあなたの外側の皮を破っていって、本当のあなたになっていく。うん、で、脱皮すればするほど蛇とかね、大きくなっていくわけじゃないですか、トカゲとか。そうなので、うん、そのね、今まで、あなたを形成してきたね、そのいろんな周りの人からの教えだったりとかで、ね、形成してきたあなたを脱ぎ捨てることによって、また一回り大きくなったあなたが、になっていく。うん、でまたそれがね繰り返されていくんですよってことですね。もう多分 B さん何度も繰り返してこられたと思うんです、その無意識のうちにね。でもまたやるのかって思っても、その何度もね、脱ぎ脱皮しないといけないということで、はい、それは、あなた、本当のあなたがまたね、大きくなるための、うん、大事なプロセスなので、それをねちょっと忘れずにね、うん、でこれから先はもっともっとあなたのその個性を伸ばしていくというか、夢を追いかけていくような方向にね変わっていきますよってことなんですよね。だからまあ段階的に言うと、もうそのレベルに来てますので、今まではなんとなくやってこれたけど、次はこれからはその本当にあなたの夢を必要とするというか、うん、だからまあ、幼少期だったらこのぐらいの栄養でいける、で、成人期だったらこのぐらいの栄養でいける、でも大人はそのまあそういうね、動物とかでもね、大人気になると、また栄養素が変わってくるみたいなんで、そう、今これからの B さんはそのぐらいのそのまた大きなね、ステップを上がった上にあるので、必要とするその魂的なエネルギー、うん、が、結構もっと強めなものが必要になってくるので、本当にあなたの、目指したい場所、うん、行きたい場所、強力な夢が必要となってきます。うん、なのでそのあなたがね、進みたい場所とか行きたい場所、欲しいもの、うん、に、届くようにもっと知識を入れていただいたりとかね、それに好きなことに関して勉強をもっとしていただくとか、そう、それをするとね、やっぱりこう心もね、ウキウキするじゃないですか。うん、なんかそのエネルギーも必要ですし、もちろん知識も必要ですしみたいな感じで。なんかそんな感じでね、はい、進化、もっともっと進化していかないといけませんよみたいなことですね。はい、そう次はもう最終進化のところにね来ているから、やっぱり最終進化した後は、ね、ずっとエネルギーをねいるわけじゃないですか。そのポケモンの育成みたいな感じなのかな。はい、最終進化に行ったらもっともっと強くなるためにずっとねこうやっぱりこう与えるわけじゃないですか。そのレベルが上がるようにとか、技を覚えるようにとかね、なんかそんな感じになってくるので、ただただなんとなくこう成長してきてた段階から次は、育成、うん、その本当の自分の育成というのに、うん、なってくるっていうのかな。はい、なんかそんな感じです。はいね、なんか B さんすごいですね、これからが楽しみということですね。うん、今はやっぱりちょっと、なかなかね見えないとか、わざわざこう変えたのにすぐ変わらないとかでね、モヤモヤしちゃうと思うんですけれども、そう簡単にやっぱりいかないので、うん、こうゆっくりゆっくりと進めていただくといいのかなと思います。何のためにこうしたんですかっていうところでね、改めて、そう
ちゃんと軸をね、うん、持っていただくといいのかなと思います。はい。もちろんその将来のね、不安とかね、これからどうなるんだろうとか、こうなるんじゃないかって思うと思うんですけども、それってあなたに必要ですかってところですね。それをやめるためにね、ま、脱皮してきたんじゃないでしょうかっていうところで、はい。そんな感じでございます。はい。ではね、B さんのリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。はい。よろしければチャンネル登録やね、高評価していただけますと、励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは、またお会いしましょう。バイバーイ。はい。それでは C を選びの方ね、見ていきたいと思います。ソア。はい。逆位置でね、出ておりますので、後悔と未来への不安、収縮する知性、段階構造、断層構造、整然としたマインド、何か、C さんは結構、いろんなことをされて来られて、なんかもう、あ、このぐらいでいいのかしら、みたいな、ちょっとそのぐらいの、なんかこれ以上辛い思いをするんだったらもうここで止めておこうかなというようなところに来ている状態。うん。なんかね、十分苦労したし、こんだけ苦労したんだったらもうこのぐらいのね、うん、もんでいいんじゃないみたいな。うん。なんかそんなところにね、いらっしゃるのかなという感じがします。はい。そう。そう。本当に大変なことがあったから、ね、またこれ以上大変なことがあるぐらいだったらもう歩みを進めるのやめましょうみたいなね。うん。なるほど。はい。でね、そんなね、Cさんの今どんな感じなのか、はい、見ていきます。はい。今、今まででないぐらい最高だった。うん、成功。もう、これでいいや、みたいなね。そう、これでいいやっていうのが、まあ、Cさんからしたらとてももう、今までに考えると、もう、こんなことがあっていいのかっていうぐらい、こう結構幸せ、喜び、うん。人生ってやっぱ頑張ってきた甲斐があったね、みたいなところにね、今いらっしゃるってことなんですよね。はい。そう。幸せいっぱい。そう。何をしてもうまくいっている状態にいるよってことですね。はい。で、そんな C さんがブロックとなっていること。はい。ブロックとなっていること。何か人間関係ですかね。うん。まあ、ありがちですよね。結構こう、十分ね、いろんなことでこう、うまくいっていても、そのね、結局身内で困ってしまったりとか、その恋人でなかなかうまくいかなかったりとか、そのね、パートナーシップでとか、そう、お仕事でも一番信頼してる人となかなかうまくこう、いかなかったりとかで、ね、そういう段階のところにいらっしゃる C さんだと思うんですけれども、はい。そう。なんとなくね、その、どうしてもトラブルになっちゃうというかね、うん。最高なところにいるんだけれども、その人間関係ね、とところで、なかなか、はい。ちょっとうまくいかないよっていうことが、どうしても起こってしまうんですよねってことですね。はい。なんだろう。こう、なんかな、心が満たされなくて、すぐにこう、ちょっと目移りしてしまうとかもあるのかな。どうしてもしてしまうとかね、その、浮気だったりとかをしちゃったりする。十分幸せなところにいるのに、みたいな。まあ、そういう、ね、方もいらっしゃると思うんですけども、なんかそういう感じなんですね。最高なんだけど、何かちょっと違うっていうのは感じている。っていうのがね、やっぱこう伝わってきますね。はい。過去。はい。過去。何があったのか。はい。過去で、悪魔が出ておりますね。過去で悪魔が。なんか、その、めちゃくちゃ大変なことをね、一生懸命やってこられたから、まあいいや、これでって思った時に、多分その、まあ、悪魔のささやきで、そういう決断を、ちょっとね、その刹那的な、ものだったんじゃないだろうかっていうところを、過去でね、そういう経験があったのかなっていうこと。まあ、自分でも十分、なんだろう、幸せとか満足だし、これで
この選択でいいだろうって思ったんだけれども、やっぱりなんか満たされ、なんか満たされないみたいなね。だから今そういうね、目移りしちゃうっていうところだとかね、が出てるんですけども、なんかしら欠如が出てきてる状況っていうのかな。こうね、今までのその代償としてこの幸せを手に入れたはずなんだけれども、もっと本当はやれることがあったはずなんだけれども、もうしんどいし、このぐらいにしておこうってしたら、やっぱ物足りないとか、なんかちょっとそんな感じ、なんか難しいことを言いますね、Cさんは。はい。で、そんなね、Cさん、今すぐ、受ける影響ですね。はい。なんかすごく、まあやる気はあるし、なんだろう。やる気っていうのも、その性的なやる気もね、あるんですよね。だからそのね、浮ついたお話とかもあるのかな。なんかそっち系にね、シフトしてきてしまったんですけれども。だから仕事とか、そういうところではすごい成功したし、なんかいいパートナーもいるんだけれども、どうしてもその目移りしてしまうっていうのが、何か足りないの、その性的な部分で埋めちゃいがちというのかな。なんかそうじゃない方は、すいません。はい。なんかそんな感じでね、出ております。はい。やる気、そう、社会的な地位としてのやる気はもちろんありますしね、もう多分今すでにあると思うんですけども、それと同時に性的な方、が、どうしてもこう、なんだろう、比例してしまうというか、はい。ね、なんかそんな感じですね。成功してるし、そう、社会的地位もあるんだけれども、あるからこそ、やっぱりこう、ね、若い子に、とかね、そういう感じがね、すごい感じます。はい。で、可能性のある結果ですね。可能性のある結果。なんだろう、困ってる人を助けていると思われているのかな、Cさんは。だからママ活とかね、パパ活とかあるじゃないですか。なんかそんな感じで、まあその社会的な地位があるし、まあ収入もね、そりゃ、もちろん伴ってきますよね。っていうので、やっぱりその、自分のその、なんかすごい石の時代のね、感覚を感じますね。今まで自分がめちゃくちゃ苦労してきて、ここまで来たんだから、このぐらいで、いいだろうみたいなね、ちょっとね、一時休戦みたいなね、ここで落ち着こうみたいなのして、で、そうやってしたんだけれども、やっぱりまだ物足りないから、やっぱその有り余った力っていうので、その自分の持ってるその、お金とかで、困ってる人を助けていくみたいなので、ちょっとね、そのなんだろう、ね、そう、慈しみなんですよね。だからまあ、いいことなんですけれどね。そう。なんだろう。なんか悪くはないんですよ。なんかそういう性的な方にばっかり出てきてしまってるんですけども。それ以外で見ると、なんていうのかな。まあ、ね。ちょっと先見てみましょうか。はい。で、深い葛藤となっていることが、はい。Cさんの深い葛藤が、こう結構いろんなことで、もう、一生懸命取り組んできたこととかが、うまくいかないことがあったとか、その、まあ、ね、過去ですごい大変なことをされてきてるので、自分が一生懸命頑張っても、ダメだったこととか、なんかどうしようもないことってありますよね。その上司がダメだったりとかで、自分が一生懸命頑張ったのに、その認めてもらえなくて、とか、とかで、なんか、とかね、なってしまったりとか、あると思うんですけれども、なんかそういうのがあったから、もうさ、そんな、やるの嫌だよね、みたいな、だから誰かに入れ込んだりとか、その誰かのためにこう、一生懸命したりとか、嫌だよね、とかね、なんかそういう感じになっている。まあでも、その、もともとはその、やる気いっぱい、その、エネルギーいっぱいの方、だからそこまでよくやってこれたねっていうところがあるので、もともと、すごくできる方、なんですね。ただその、
選ぶ人が悪かったとかねそのついていく人が悪かったとか、うん、なんですけれども、そうだから、なんか自然に進んでいく、自分のその自然体でいてもなんかこうやりすぎちゃうっていうところがねあるから、あまりやりすぎてもね前みたいに嫌な気持ちになるからやめておこうと思っても、やっぱり自然にこうやりすぎちゃうんだよなっていうところがね、深いところでね葛藤している。はい、でそんな自分自身、 C さん自分自身のことをどう思っているのか、はい、セルフイメージですね。はい、うん、すごくそう自立してますって感じているんですね。うん、独立できている。そう、だからその一人でも何でもやっていけるとか、あまり何にも執着していませんっていう風にご自身で思っていらっしゃるってことなのかな。うん。でもその無意識的に多分その一生懸命になっちゃうっていうところがね、うん、あるので、自分ではいやそんなつもりないよとかね、うん、結構思ってるんだけども、結構こう、知らないうちにこう入れ込んじゃったりとか、そう仕事でもね、うん、人に対してでもとかあるのかなっていうことですね。はい、そうで、うん、そうですねはい、そんな感じですね。なんかすごい石の時代の方ですね。はい、で、外側の葛藤、はい、顕在的な部分での葛藤ですね。はい、もうもっとその自分で感じる思うその平和とか喜びとか、うん、をその必要としている、うん、平和を求めてるんですよね静かな時間を欲しいと思っている。そう、ね、顕在的にはねそういうふうに思っているんだけれども、まあ無意識的な部分ではやっぱりこうどうしてもこうガーってなっちゃうっていうところがあるのでね、うん、なかなか大変なことはあるんじゃないでしょうか。うん。すごく一人になりたいなって思ってるんだけど、なかなかなれないみたいなね。そう、そんなところがあるのかな。で、希望と恐れ。希望と恐れが、はい。なんか新しい人生？今までのやり方と全く違う生き方というか、そういうことを、またやろうとしているんだけれども、それはなんか自分には合わないんじゃないかとか、そういうのは自分がしても仕方ないんじゃないかとか、なかなかその今までの感覚っていうのから抜けられない。はい。ろうと思っても、まあ、そう簡単に変わるわけないよねっていうかね、なんかそんな感じだから一人になりたいんだけれどもっていうところで、一人どうしてもエネルギーがねこうあるので、誰かにこう言われたらはいはいみたいなんでね、こうどうしてもやってしまうとか、なんかそんな感じなんですかね。あとなんかこうまたやり直せるとか、なんかそういうそのね感覚、なんかね無理な期待とか、そういう変な願望、本来抱く必要のない願望とかを抱いていらっしゃるところがあるのかな。なんかそれはそのやっぱりなんだろうな、社会的なその地位、結構その王様チック、王気質のある方なのかな。だからその、この今時期で、通用しないようなそのやり方だったりとかを、まだ、やろうっていう感覚が残ってるのかなっていう感じがするんですね。だからそのね、こうなんだろう、威圧的な態度で、後輩とかをねちょっとこう従えるとか、そういうことはちょっとね、それでまだやっていけるって思われているのかなと思うんですけど、でもそれももう時代が変わってから無理だよなと思いつつ、なんかその辺でね、希望と恐れがあるのかなっていうので、そうなるほど、なんか
すごいですね。Cさんは強い人なんですね。はい。で、結果。はい。結果が、将来の恐れが出てますね。なんか今のままじゃあんまり、こう、よろしくないとは自分では思っているってことなんですよね。そう。だからまあいろいろ結構考え込んじゃう。自分に自信があるというか、そのね、みんなのためを思ってこう、自分のね、そのやり方をこうやってきているんだけれども、それがなかなか、まあ変わってきたりとかで、ね、認められなくなってしまったりとかで、なんかまあ、ね、やり方変えていった方がいいんだろうなっていうのはなんとなくわかっている。そう、これから先のことを考えるとそうした方がいいなって思っているんだけれども、なんかその、それを考えれば考えるほどなんか変な方向に行っちゃって、結局なんかこう、時間をね、無駄にしてしまうことになるから、じゃあもうやめピーとかで、感じになってたりとかで、結構厳しい感じを、そう、身に染みている。なんか難しいよな、みたいなね。そう、感覚を、はい、感じますね。なんかこう、ちょっと C さん難しいな。どうしようかな。なんか、なんだろうな。すごく、自分に嘘ついているのかな。結構今、すごく、こう、自分を無理してるというか、なんかそんな感じがするんですよ。なんか全然伝わってこないんですよね。その、Cさんがどうしたいのかっていうのが。そう。なんかここに来るまで至るまでにすごい苦労されてきて、めちゃめちゃガチガチに固めてしまってると思うんですよ。自分を守るために自分自身を。で、やっぱりその、一生懸命頑張ってくると、それなりにこう報酬はもらえるので、やっぱりこう金銭面とかね、その仕事面とか社会的な地位とかは、手に入るわけなんですけれども、なんだろう、精神的な面でかなり厳しい、その自分がどこにいるのかわからないというか、良かれと思っていることをやっているはずなのに何も良くないとか、どうすればいいのかちょっとわからないとかね、ね、これちょっとね難しいのでね、一番引いてみますね。はい。なんか C さんは無理なんか無理してるって言われたくないっていうような感じがすごいするんですけれども、なんか本当に、実のところそうなんですみたいなね。そう、だからそれはできて当たり前の自分って思ってるんだけれども、満たされていない自分もなんか分かってるから、そのなんだろう、ね、刹那的な快楽を求めちゃったりとか、そういうこともしちゃう方なのかな。はい。ちょっとね、これクリスタルの方からもらっていきます。ジャスパー、はい。ストレングス用ファンデーション、やっぱりなんかちょっとこれ、ファンデーション。なんか、ファンデーションってやっぱり、お肌にね、塗って、自分の、あれを隠す、そのシミとかね、その毛穴とかを隠すっていうのと同じで、なんか固めてる。ちょっと待ってくださいね。はい。そう、ファンデーションは基礎。基盤。基盤ですね。そうそうそう。お化粧でもね、一番下にファンデーション塗りますよね。まず塗ってからなんですけれども、その、あなたの基盤が、ちょっと、そう、できていないのかなっていうところですね。その、強く見せたい方なんですけれども、基盤が強くないんですよ。そう。だから、いくらね、その、外側、顕在的な部分を、こう、強くしても、基盤が、やっぱりちょっと、緩んでいるっていうのかな。なんか、そんなところがあるので、やっぱりその、ね、人間関係とかでちょっとこう、
ね、むにゃむにゃってしてしまうっていうのが出てるのかな。でも、その顕在的な部分で自分は強いっていうのを分かっていらっしゃるので、なんかこうちょっとオラオラしてしまうというかね、うん、なんかそういうところがあるのかな。はい、なんか C さんは、うん、まあ、ちょっとね、ちょっとリラックスされるといいのかな。アドバイスを聞きましょうか。はい、うん、あ、自分の正義を貫いてください。はい、で、そのあなたが受けたくない評価は受けなくていいんですよってことですね。うん、まあそのやっぱりこう地位がね、あると、そのそれなりになんか無理というかね、ある程度できるかならしくできるんですよ。その社会的に合う風にとかね、うん、できるんだけども、そういうのはね、ちょっとやめた方がいいのかな。うん、無理になっているんですよってことを自覚して、そうならないようにもう最初から排除するとかね、なんかうまいことやってほしいんですってこと。うん、あなたはできるかもしれないからやってるけど、結局何かしらで負担にはなってるんじゃないのっていうところ。うん、そう、なんかこううまくいけてないっていうのを自覚した方がいいんですよ。そのバランス的な部分でね、うん、できるからやってますみたいなね、よく、あると思うんですけれども、うん、そう、ちょっとね、自分自身と向き合われた方がよろしいのかと思うんですけれどもね、うん、そう、そういうこともね、ちょっと言われたくないんだっていうような C さんなのかもしれないんですけれども、まあ何かその、なんでこんなにこう満たされていない、何かが満たされていないとか、その人間関係でうまくいかないとかね、変なこう関係ができたりしちゃうとかっていう人は、うん、自分に問題があるんですよってことをね、こう伝えられています。はい、こもしなんか嫌だなって思うことがあるんでしたら、自分を見直されると、間違いなのかなという感じです。はい、本当に、今 C さんはいいところにいますし、とてもね、困っている人にも寛大ですしね、とても優しい方なので、やっぱ今まで苦労したから、うん、だけれども、はい、ちょっとあのすごい葛藤がね生じているので、はい、それだとね、こう進めていくの難しくなったりとか、一時的なね、人助けは良くても、なんかこう本当の心と心でのそのなんだろう、関係っていうのが難しくね、なっちゃうとかね、うん、本当の信頼できる関係がなかなか出来上がらないとかあるのかな、なんかそんなことになってしまうので、うん、違和感を感じられたら、ぜひ、はい、何かこう見直されたらいかがでしょうかって感じですね。はい、なんかそんな感じです。はい、 C さんちょっとね、いかがだったでしょうか。はい、ね、全然よくわからないんだっていう人はもうそのままスルーしていただいていいんですけれども、はい、ね、もし何かね、参考にしていただければ、はい、幸いです。よろしければね、はい、チャンネル登録や高評価していただけると励みになります。はい、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。